ターナーブロードキャスティングシステムは、テッドターナーが創設した衛星テレビ及び、ケーブルテレビ向け放送局。1996年に、タイムワーナーが買収、現在は同社の参加となっている。略称が同じである日本の TBS テレビとは、関係ない。1970年に、テッドターナーが、アトランタのテレビ局、WJRJ を買収、コールサインを、 WTCG に改める。TCG はターナーコミュニケーションズグループの頭文字から来ている。1976年に WTCG は通信衛星を使ったケーブルテレビ向けの配信を開始した。これは全米発のスーパーステーションとなった。1979年に会社名をターナーコミュニケーションズグループからターナーブロードキャスティングシステムへ変更し、 チャンネル名を WTBS と変更。1980年に新しいニュースのネットワークチャンネルである CNN を放送開始する。1984年10月27日に MTV に対抗して音楽チャンネルケーブルミュージックチャンネルを立ち上げるが放送開始後わずか1ヶ月余りで放送中止。 経営危機のため1987年にはティシーが救済し TBS の主要株主となった。1996年に TBS はタイムワーナーと合併する。1990年に放送開始したスポートサウスをニューズコーポレーションのフォックスケーブルネットワークスに売却する。現在はフォックススポーツサウスとなっている。ありがとうございます。